15歳の主眼兵は NHK 名古屋放送局の制作により終戦特集ドラマとして NHK 総合テレビの NHK スペシャルで2010年8月15日の21時から22時13分に放送されたスペシャルドラマである太平洋戦争末期に全国屈指の進学校旧制愛知県第一中学校で起きた ヨカレン総決起事件の実話をもとに、戦争に飲み込まれていく少年たちの青春と、少年たちを戦場へ送り出さざるを得なかった教師や、親たちの苦悩と葛藤を描く。原案は、愛知一中に当時在籍した、江藤千明が、遺族の証言や日記などの資料をもとに表した手記、赤蘭雲の彼方に、愛知一中ヨカレン総決起事件の記録。 主演は、池松壮介。第65回文化庁芸術祭優秀賞、第48回ギャラクシー賞戦勝受賞作。NHK スペシャル、終戦特集ドラマは、2007年の、北郎が見た玉砕、水木しげるの戦争から毎年放送され、本作が4段目となる。制作は、NHK 名古屋放送局。旧制愛知一中で、 戦時中に実際に起きた、愛知一中予科連総決起事件に基づいて描いており、原案は、江藤千秋の、赤乱雲の彼方に愛知一中予科連総決起事件の記録。キャッチコピーは、友達がいた。夢があった。でも、戦争があった。視聴率7.2%。1943年、戦況が悪化する中、 県下一の進学校で、政財界や学者への登竜門だった愛知一中は、海軍当局が指示した47名の割り当てに、大使志願者は13名と、海軍に飛行予か練習生に志願する生徒が少ないという状況にあった。7月5日、配属商校が予か練習生への志願を促す、自局講演会が行われ、700人余りの生徒が、総決起し。 翌日の新聞にはこのことが、愛知一中の海峡と報じられた。その後、この報道を見た、卒業生で海軍兵学校に在学中だった、ナルセ賢治から生徒たちに再考させる、要校長宛てに、手紙が届き、家族からの説得を受けた者や、身体検査で失格となった者を含め大半の、生徒たちが志願を取り下げたが、56名の生徒が、 入隊士5名が戦没。原案著者の江藤千明も、本作の主人公と同じように、愛知一中の卒業生で、余暇練習生に志願したが、視力不足で試験に落ちており、この、総決起事件に遭遇した当事者である。太平洋戦争末期、エリートと呼ばれる、愛知一中の生徒たちは選局を冷静に見つめて、いたが、決起集会で、状況は、一変。 全校生徒700人が戦争に行くことを志願する。その裏には、軍の兵士不足解消の思惑があった。愛知一中の3年生、藤山正美もまたその当事者だった。正美は、親友の笠井光雄と探偵部に所属し放課後は、文学を語らう、真面目な少年だったが、そんな二人も決起集会をきっかけに、公費生に、 志願しなければならない状況に追い込まれ、次第に戦争へと飲み込まれていく。そこには切り裂かれた少年たちの夢や友情、そして彼らを戦場に送らなければならなかった教師や、親の葛藤があった。ありがとうございます。